はい、お疲れ様です。今回はですね、世界中の銀行を回って金利の有利な銀行のランキングをまとめているサイトをご紹介します。題して2023年10月16日海外銀行の金利ランキングということでございます。デメリットや税制についても紹介されてますけども、今回は単純に金利の高い銀行だけをチェックしていこうと思います。でまずですね、有名なのがモンゴル銀行です。モンゴル貿易開発銀行は定期金利が 10% ということで驚異的ですよね。それからゴロムト銀行も 9.3 と、チンギスハン銀行 11.2% と、軒並み信用度の高い銀行の金利がこれほどまでにあるわけなんですよ。で、1000万円預ければ年間100万円以上の利息収入も可能ということですよね。これはだから3000万あったら毎年300万受け取れるんで、まあこれで逃げ切り人生ということになるかと思います。はっきり言ってお金借りてでもここに貸した方がいいですね。次、中国なんですけども、経済の伸びが凄まじいと思われている中国ですけども、実はあんまりよろしくないと。それが金利に表れてるんですよね。まあ日本よりは随分いいですけども、それでも 2% もないわけなんですよ。あまり投資先として中国は魅力的ではないのかもしれないですね。次、韓国なんですけども、韓国は軒並み 1% 割れなんで、まあ銀行に預けるほどの価値はないかなというところですけども、どうでしょうかね。台湾も似たようなもんです。韓国と台湾っていうのは、まあなかなか経済発展が止まってしまった国と言えるのかもしれません。それから香港です。香港もひどいね。もう日本とどっこいですよ。これじゃあ預金をする気にはならないですね。香港も一時期の世界のハブと言われた、金融ハブ都市と言われていたその時代からの限りを随分と見しているところかなと思います。で、我が国日本はもう言うまでもないですね。1000万円預けても年間で200円しか増えないというね。これじゃあ引き出し手数料のが高いですから、金利目当てに銀行に預けるのはナンセンスと言えます。ベトナム結構いいです。まだまだベトナムは発展しますんでね、 5% を超えた金利が期待できるということですね。はい、カンボジアも実はいいのかなと思ったらベトナムと並ぶぐらいなんですね。銀行もちょっとね、聞いたことがないような銀行なんでいまいちかなと思います。次、インドネシア。こちらの方のマンデリ銀行、それから BRI 銀行、BCA 銀行ですけども、数年前はもっと金利が良かったんですけども、今急速に金利を落としています。どういうことかっていうと、もうだいぶピークが過ぎたってことなんですよね。で、確かインドネシアもね、インドネシア国籍外の外国人の銀行口座はもう今すでに新規で作ってないのかなと思います。私もね、速稼塾の塾生さんを率いて何十人となくインドネシアの銀行、そして有利な金利に紹介招待させてもらいましたけども、もうそういったツアーは組めないと思います。はい、マレーシア。マレーシアのね、各種銀行も行ってよかったんですけどもね、今はまああんまり魅力的とは言えないかもしれませんね。それからタイです。やっぱり金利はその国を表しますけども、タイも経済発展がそこそこ行き着いちゃったのかなというところですね。フィリピン、案外フィリピンも独立してからのこう勢いってのはすごくってね、今ではだいぶこういった投資のお金ってのは落ち着いてきたかなというところです。まあ、シンガポールも同様ですね。シンガポールってのはまあかなり金融に関してポジションがいいんですけども、まあ定期預金はこんなもんでしょうということでございます。で、その他パキスタンなんてのはね、聞いたことがないなと思って今見たら 11.85% とかなりいいような気がしますね。カザフスタン、馴染みのなかなかないところですけども、ユーラシア銀行が 9.9%、 さらにバングラディシュ、ここもちょっと聞いたことがないんですけども 12% 以上つくわけなんですよね。日本の6000倍の金利ですよ。はい、インドはどうでしょうか。インドもなかなかいいですね。まあ先進国の仲間入りというのか、ブリックスというのか、どういった基準でこの金利っていうのが設定されるのかなと思いますけども、インドはこれからもますますお金が集まる、そして格差とか身分制度がなくなると一定金利ってのは上がってくることが予測されますけど、どうでしょうかね。
でアメリカなんですけども、バンクオブアメリカの金利、日本と同じように低金利時代でございます。アメリカはね、利上げをしたとかね、この利下げをするとか言ってますけども、まあ銀行金利はこんなもんなんですよね。カナダはそれに比べると若干いいんですけども、ただカナダはね、なかなか馴染みが薄いですね、やっぱりね。はい、フランス 2.3%、 それからイギリスは 1% にも満たないと。でスイスはちょっとよくわからないですね。ゼロ金利が当たり前なんですよ。それからニュージーランドもまあまあ金利がついてますけども、オーストラリアはまあこれも日本と同じような状況です。でその他海外銀行の普通と定期預金の金利をまとめるとこんな感じになってますので、一覧でご覧いただければと思います。ね、今まで見てきたものをこちらの表にまとめてるよってことですね。まあモンゴルが一番いいのかな。ただやっぱりモンゴルにそういった銀行金利を作るような縁がないですし、そもそも預金するお金がないですよ。預金するどころか来月の支払いどうしようかっていうところですからね。いやだから金持ちで金を余らせてる人はさらにお金が余っていくっていう状況は止まらないのかなと思っちゃいます。皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。それでは。